モンハンワイルズ武器紹介3つ目は総中魂。両中と共に戦う武器で地上や空中を駆け巡る機動力トップクラスの武器種。両中を飛ばすことでモンスターからエキスを回収、ハンターを強化して戦うことができます。これまでの作品ではエキスの回収が分かりにくいなど総中魂を触らない方もちらほら。今作ではターゲットを選択している間、おそらくですがエキスの色が表示されていると思われます。これにより総中魂の煩わしさが消え、誰にでも扱いやすい武器になったといえます。左上のゲージも一新され、両中のスタミナゲージがおしゃれに。集中モードと思われる場面では総中魂を両手に掲げ動いています。総中魂は登場当時から攻撃モーションがほぼ同じで完成度が高い武器でした。逆に目新しいモーションが存在しないため不満を感じるハンターも少なくないはず。ワイルズは大丈夫。突き刺しからの虫飛ばし、謎のパルキュール、そして待望の強襲好き。目新しさしか感じない武器に進化しています。虫を飛ばす攻撃は虫が当たった後も飛んでいき、一定の位置で止まっているようにも見えます。もしかしたら貫通弾のように多弾ヒットになっていたり、幼虫によっては大爆発などがあるかもしれません。パルクールに関しては何が起きているかわからない状態。頭に突き刺し、こんな動きをしたらほぼ即死、つまり最強武器種が決定しました。公開された映像は以上ですが、総中魂の魅力が伝わってくる映像でした。また武器とは関係ないですが、大型モンスターの攻撃モーションも一部映っています。尻尾がスクリューのようになっており、全体的にはワニのような動きです。今回は以上となりますが、他の武器も公開され次第順次紹介していきます。